港内配線図西有田信号所は、佐賀県西松浦郡有田町、原明にある、九州旅客鉄道佐世保線の信号所。長崎本線、佐世保線電化に伴い、1976年から、かもめ、緑が、国鉄初の分割併合を行う、特急電車として485系電車により、小倉駅、博多駅長崎駅、 佐世保駅間で運転されることとなった。しかし、当時は佐世保線内の対向列車離合に伴う編成運用上の制約により、緑のうち一往復は佐世保線に乗り入れず、非前山口駅で博多駅方面に折り返すダイヤとなっていた。このアイロを解消するため、国鉄が1979年に東信号場を開設して有田駅廃棄駅間でも、 最高列車の離合を可能とした結果、すべての緑は小倉駅、博多駅、佐世保駅間で運転されるようになった。なお、その後のダイヤの見直しや、カモメ、緑の分離運転、885系電車による白いカモメの導入といった情勢の変化により、2018年3月ダイヤ改正時点では、定期列車で等信号上での行き違いを行うのは1日3回のみとなっている。 ただし、臨時列車が走る場合は、大半の列車が等信号上で行き違いを行う。2線で交換する。見た目は一線スルー構造だが、全列車とも、進行方向左側の線路を使用し、佐世保方面の列車は分岐器通過のため、前後で減速する。すぐそばを国道が通っている。国道35号と国道202号の分岐点に当たる今り口、交差点があり、 交差点と同名の西小井自動車のバス停留所がある。松浦鉄道には同社への転換後に開業した西有田駅があるが、こちらは旧西有田町役場近くに設けられており、東信号上とはかなりの距離がある。ありがとうございます。